バリー・ルイス・ラーキンは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身の元プロ野球選手。ウトを右打ち、救済したの実弟スティーブン・ラーキンも元メジャーリーガー。息子のシェーン・ラーキンは、バスケットボール選手。子供の頃は、地元シンシナティレッツの遊劇手である、デーブ・コンセプシオンが、憧れの選手だった。1982年の MLB ドラフト2巡目で、 レッツから指名を受けるが契約せず、ミシガン大学へ進学。1984年には、第13回日米大学野球選手権に出場、さらに、ロサンゼルスオリンピックにアメリカ代表として出場し、銀メダルを獲得した。1985年の MLB ドラフト一巡目で、再びレッツから指名され、プロ入り。1986年は、 トリプル A 級デンバー・ゼファーズで打率。329.10本塁打、13塁打を記録し、8月13日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。憧れだったコンセプシオンを押しのけて、ショートのレギュラーに定着し、8月17日のサンディエゴ・パドレス戦でラマー・ホイットからメジャー初本塁打を放つなど打率。 283.3本類打の成績。ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では1ポイントを獲得した。1988年11月には、日米野球で、グレッグ・マダックス、ラファエル・パルメイロらと共に来日。打率476を記録し、MVP に選ばれている。1990年には、チームの中心選手として、ワールドシリーズ制覇に貢献。 九百九十五年には打率三百十九十五本塁打六十六打点の成績だったが本塁打打点の二冠をダンテビシットを抑えてナショナルリーグの MVP を受賞成績以上にチームリーダーとしての役割が評価されての受賞だった九百九十六年には三十三本塁打三十六盗塁を記録し遊劇手としては史上初の 30.30 30を達成した。さらに彼はヒスパニックのチームメイトと関係を構築するためにスペイン語を学んだ。1997年チームではコンセプション以来となるキャプテンに就任。1998年シーズン最終戦の9月27日に弟のスティーブン・ラーキンが1試合だけ一塁手で出場し兄弟同時出場が実現した。 この試合で、当時レッツに所属していた、ブレッド・ブーン、アーロン・ブーン兄弟も、それぞれ2類種、3類種で出場し、史上初の兄弟2組同時出場が実現した。2000年8月21日、ピート・ローズ、コンセプシオン、ジョニー・ベンチに次いで、球団史上4人目の通算2000本安打を達成。 2004年10月2日に引退式が予定されていたが、まだ引退の意思がなかったため辞退した。ラーキンの背番号、11、シンシナテキレッツの永久欠番に2012年指定。2005年2月に正式に引退を表明。その後、ワシントン・ナショナルズの GM 特別補佐に就任した。2012年1月9日に、 全米野球記者協会の投票により86%の得票率を得てアメリカ野球伝道表彰が決定した。また、同年8月にフルスレッツはラーキンの現役時代につけていた背番号11を永久欠番に指定することを発表した。9月20日、ブラジル野球連盟はラーキンが第3回 WBC ブラジル代表の監督に就任したことを発表した。 2014年に南米野球を普及強化するため行われたエリートキャンプにコーチとして参加した。2016年9月に行われた第4回 WBC 予選に全大会に引き続きブラジル代表監督を務めた。2021年よりシンシナティレッツの専属解説者を務める。スピードとパワー、ズバ抜けた運動能力を持ち合わせ。 1990年代のナショナルリーグを代表するベストショートストップと評される。19シーズンに及ぶ現役生活において通算2340安打、198本塁打、379盗塁という数字を積み重ね、シルバースラッガー賞に9度、ゴールドグラブ賞に3度輝いた。松井和夫とは面識があり、2013年のワールドベースボール、 クラシックでは練習の際に、数、と、自ら呼びかけ法要と握手を行った。ありがとうございます。